こんにちは、ご視聴ありがとうございます。今回は韓国ドラマ武神の第11話から第20話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。韓国ドラマ武神第11話のあらすじは以下の通りです。第11話、綱渡りの人生。第11話は登場人物たちの運命が交錯する緊迫した展開が織りなされるエピソードです。歴史ドラマファンにとってキャラクターたちの選択とその結果がもたらす波紋は見逃せないものがあります。まずスボプガチェウの屋敷を訪れボラを引き取ろうとする場面ではボラの強い意志が浮き彫りになります。彼女はキム・ジュンを残すことができないと主張し、二人の絆がいかに深いかを示しています。この決意は、ボラの愛情の深さだけでなく、彼女の決断力の強さも表しています。チョン氏がボラとキム・ジュンの縁談を進める一方で、その情報を知ったソンイの心の乱れが書かれます。ソンイの心が落ち着かない様子は彼女の内なる葛藤と複雑な感情を如実に表しており、物語にさらなる緊張感をもたらしています。キム・ジュンがマンジョン兄弟に同行し、フン・ワン寺の蔵書閣で多くの書物に出会う場面では彼の知識欲と探求心が際立ちます。書物との出会いは彼の人生に新たな方向性を示唆するものであり、今後の展開に大きな影響を与えるでしょう。さらにチェウの師匠である高僧のヘシムが都を訪れるという重要な出来事が発生します。家臣たちがその危険を警告する中、チェウがヘシムに会いにフンワン寺へ向かう決断を下す場面は彼の信念と忠義を強調しています。この選択がもたらす結果がどのようなものになるのか非常に興味深いです。武神第11話はキャラクターたちの感情と決断が引き起こすドラマティックな展開が満載で、歴史ドラマファンにとってはたまらない一作です。ボラとキム・ジュンの関係、ソンイの内なる葛藤、そしてチェウの選択が物語をますます深く魅力的なものにしています。次回の展開がどうなるのか期待と興奮が募るばかりです。韓国ドラマ武神第12話のあらすじは以下の通りです。第12話、フンワン寺での奇襲。第12話は緊迫感とドラマティックな展開が絶妙に組み合わさった回です。歴史ドラマファンとしてこのエピソードの深い魅力を堪能するのは一興です。物語の序盤、キム・ジュンがフンワン寺の蔵書閣で書物に没頭しているシーンは彼の知識欲と学識の深さを見せつける重要な場面です。彼の学問に対する情熱と探求心がヘシム一行の感嘆を引き出します。このシーンはキム・ジュンのキャラクターの成長を象徴するものであり、彼が歴史的な知識を持つ一方で戦士としても卓越していることを改めて認識させられます。その直後、チェウがフンワン寺に到着し平穏無事に行くかと思いきや、ジェヒャン側の刺客による襲撃が発生します。この予期しない危機的状況は物語に一層の緊張感をもたらします。中庭での激しい戦闘が繰り広げられ、キム・ジュンが果敢にチェウを助けるシーンは彼の勇敢さと忠義を強調する感動的な瞬間です。キム・ジュンの行動は彼の忠誠心と戦士としての実力を証明するものであり、見応えがあります。一方、チェ・チュンホンの元には最後の黒い丸薬のみが残され、彼の臨終が近いことが暗示されます。この状況はチェ・チュンホンの命運とその後の政局に対する影響を示唆しており、物語の大きな転換点となる予感がします。夜になるとパク・ソンビがキム・ジュンに膝を折って助言を請うシーンが書かれます。パク・ソンビの尊敬と信頼を一身に受けたキム・ジュンの姿は彼の学識と人格が周囲に大きな影響を与えていることを示しています。この瞬間、キム・ジュンがただの戦士ではなく知恵と指導力を兼ね備えた重要な人物であることが際立ちます。フンワン寺での奇襲は激しいアクションシーンと深いキャラクターのドラマが織り交ぜられたエピソードであり、歴史ドラマファンにはたまらない一作です。キム・ジュンの奮闘と成長、
チェウとの関係、そしてチェチュンホンの運命が交錯する中で、次の展開がますます楽しみです。韓国ドラマ武神第13話のあらすじは以下の通りです。第13話密使の中身。第13話は、キャラクターたちの感情と策略が交錯する緊迫した展開が魅力的なエピソードです。この回では、登場人物たちの複雑な心情と政治的な駆け引きが見事に書かれています。まず、片思いの相手であるチェ・ヤンベクに傷つけられたチュン・シムの心の葛藤が物語の重要な部分を占めています。チュン・シムのウォラに対する嫉妬と妬みが彼女の行動にどう影響するのか、非常に興味深いポイントです。彼女の感情の動きが物語にどのような波紋を呼ぶのか、見逃せません。一方、チェ・ヒャンがチェ・チュン・ホンの帰得を知らせるためにキム・ドンミョンを派遣するシーンでは、チェヒャンの策略が浮き彫りになります。しかしその頃にはチェチュンホンが驚くほど元気を取り戻し、盛大な宴会の準備を始めているという展開に驚かされます。チェチュンホンの突然の回復は彼の強さと計略のうまさを示しており、物語の緊張感を一層引き立てています。そしてチェウがキムジュンの助言に従い、チェ・チュンホンの密使を利用してキム・ドンミョンを味方に引き込むシーンが、戦略と計算の駆け引きを体現しています。この密使の中身がもたらす影響と、それに続くチェ・ヒャン一派の初段は、ドラマのクライマックスに向けた重要な転機となります。チェウの冷静な判断とキム・ジュンの賢明な助言が、物語の展開をどのように変えるのか、目が離せません。密使の中身は、キャラクターたちの心理描写と政治的策略が巧妙に絡み合ったエピソードであり、歴史ドラマファンにはたまらない内容です。複雑な人間関係と計略の絡み合いが、次に何が起こるのかとても楽しみです。続きが待ち遠しい1話です。韓国ドラマ武神第14話のあらすじは以下の通りです。第14話虚勢をつ。第14話は、壮絶な戦いと感動的な別れが交錯する圧巻のエピソードです。この回では、登場人物たちの運命が大きく変わる瞬間が書かれています。物語の冒頭では、キム・ドンミョンの巧妙な策略により、チェ・ヒャンが配置した伏兵が武装解除されるという劇的な展開が繰り広げられます。この一手によって、チェ・ヒャンに従っていた3人が斬首され、チェヒャンの陰謀はあっけなく崩れ去ります。このシーンでは、策略の妙と裏切りの代償が如実に現れており、歴史ドラマファンとしてはその緊迫感に引き込まれます。続いて、宴席にてチェチュンホンが臨終を迎える場面が書かれます。チェチュンホンの最後の時を迎える瞬間は感慨深いものがあります。彼がチェユに後を託し、杯を掲げて息を引き取るシーンは、ドラマのクライマックスとして感情的な重みを持っています。チェユの姿が一つの時代の終わりと新たな始まりを象徴しており、その劇的な変化に心を奪われます。そして、チェユが土盤を継ぐ新たな時代が幕を開けます。彼のリーダーシップの下、土盤の機能強化が進められ、蒙古からの脅威に備える姿勢が見て取れます。チェウの知性がどのように展開していくのか、歴史ドラマファンとしては次の展開が非常に楽しみです。チェウの決断とその影響が、物語にどのような変化をもたらすのか、期待が高まります。虚勢をつは、歴史の大きな転換点を書いたエピソードであり、キャラクターたちの運命と感情の揺れ動きが見事に表現されています。ドラマの緊張感と感動が織り交ぜられたこの回は、今後の展開に向けた大きな布石となることでしょう。次回の展開が待ち遠しい、そんな思いを抱かせる1話です。韓国ドラマ武神第15話のあらすじは以下の通りです。第15話嫉妬の炎。第15話は、複雑な人間関係と感情の激動が織り交ぜられた、一筋縄ではいかない展開が魅力のエピソードです。この回では、キャラクターたちの内面の葛藤と、それに伴うドラマティックな出来事が見事に書かれています。まず注目すべきは、キム・ジュンの昇進と彼に対する周囲の反応です。チェウの最側近として使えることに誇りを感じているキム・ジュン。
しかし彼の出世によってチェヤンベクの影が薄くなりつつあります。この変化に不安を抱くキョンガがチュン・シムと手を組み、ゴラとキム・ジュンの降伏に対して嫉妬の炎を燃やす姿が描かれています。キョンガの策略とチュン・シムの感情の複雑さが物語にさらなる深みを加えています。またゴラとキム・ジュンの幸せな結婚を祝う一方で、その背後には陰湿な企みが進行しているのがこのエピソードの醍醐味です。特に結婚を控えたゴラが感じる幸せの絶頂に対して、キョンガとチュン・シムの陰謀がどのように影を落とすのか、その緊張感がドラマをより引き立てています。ゴラとキム・ジュンの幸せがどのように脅かされるのか、その展開にハラハラしながら見守ることになるでしょう。一方でソン・イの苦悩も見逃せません。キョジョン・ビョルガム・キム・ヤクソンとの縁談を拒むソン・イは、母のチョン氏に対して思わずキム・ジュンへの思いを口にしてしまいます。ソン・イの心の葛藤と彼女が抱える感情の揺れ動きが物語に感情的な深みを加えています。彼女の選択がどのように物語に影響を与えるのか、その行く先が気になるところです。嫉妬の炎はキャラクターたちの感情と関係性が交錯するドラマティックな展開が魅力のエピソードです。複雑な人間ドラマが織りなす緊張感と感情のぶつかり合いが視線を離させない魅力を放っています。次回の展開に向けてさらに目が離せないエピソードとなることでしょう。韓国ドラマ武神第16話のあらすじは以下の通りです。第16話奪われた幸せ。第16話は物語が最高潮に達する衝撃的な展開が書かれています。歴史ドラマファンの心を掴んで離さない、感情の激動と複雑な人間関係が一層深まるエピソードです。物語はソン・イの切ない告白から始まります。彼女はキム・ジュンに自分の思いを伝えますが、キム・ジュンはチェウエの忠誠心を盾にその思いをしっかりと拒みます。ここでのキム・ジュンの決断は彼の忠誠心と個人の感情がどう折り合いをつけるかという古の武士道精神を象徴しています。彼の義務感と忠誠がソン・イとの関係にどのような影響を及ぼすのか、切なくも興味深い展開です。一方ゴラの悲劇はこのエピソードの中でも特に衝撃的です。チュン・シムに騙されて小屋に閉じ込められたゴラは、残忍なならず者たちに拉致され、さらにはマンジョンによる乱暴に遭います。彼女の耐え難い苦痛と絶望が伝わってくるこのシーンは、視聴者の心に深い影を落とすものであり、ゴラの悲劇的な運命がどこに向かうのかが興味深いところです。ゴラが再び屋敷に戻った後のシーンもまた心に残る場面です。彼女はかつて母から渡された毒を飲み、キム・ジュンの腕の中で息を引き取ります。このシーンはゴラの苦しみと絶望が最高潮に達し、彼女の悲劇的な運命が終わりを迎える瞬間をドラマティックに描写しています。キム・ジュンの腕の中で静かに息を引き取るゴラの姿は、感情的な強さと儚さが交錯する非常に印象的な場面です。事件の発覚後、チョン氏が衝撃を受けて倒れるシーンや、チェウが関係者を捕らえる場面は物語の緊張感を一層高めています。チョン氏の悲劇的な反応とチェウの冷徹な対応がドラマのクライマックスに向けた緊張感を一層深めています。奪われた幸せはキャラクターたちの感情と運命が交錯し、ドラマティックな展開が目白押しのエピソードです。ゴラの悲劇とキム・ジュンの選択が絡み合う中で、次に何が起こるのか心から期待せずにはいられません。韓国ドラマ武神第17話のあらすじは以下の通りです。第17話告白。第17話はドラマのクライマックスにふさわしい緊迫感と感情の爆発を書いたエピソードです。歴史ドラマファンにとってこの話はまさに息を呑む展開が続く、感情の起伏が激しい瞬間を提供してくれます。まずチュン・シムとキョンガの厳しい尋問と処刑のシーンから始まります。彼らの命が危機に瀕する中、見る者の心は引き裂かれます。チュン・シムとキョンガが処刑されるという厳しい運命が次々と明らかになり、ドラマの緊張感が高まります。
彼らの悲劇的な最後は、ドラマ全体の陰鬱な雰囲気を一層引き立て、視聴者の感情を揺さぶります。また、マンジョンとマンジョンに対する斬首の命令が下されるも、周囲の必死の説得によって出家と追放という形で収まる場面も見逃せません。出家と追放という結末が、当時の社会の厳格な規律と、個人の運命の無常さを象徴しています。この場面では、権力と命運が交錯する様子が力強く書かれています。そして、孫威の告白がこのエピソードの重要な転機となります。チュンシムの言葉が引き金となり、孫威は自らの気持ちを打ち明ける決意を固めます。孫威がキム・ジュンと結婚したいと告白するシーンは彼女の感情の深さと切実さが伝わってきて、非常に心に残ります。孫威の心の葛藤と彼女がどれだけキム・ジュンを愛しているかが鮮明に浮かび上がります。チェウがキム・ジュン・キョジョン・ドガムに送る決断を下す場面も、ドラマの深い緊張感を醸し出しています。彼の決断が物語の流れを大きく変える重要な要素となっています。そして、孫威が隊長の時間を見計らってキム・ジュンに会いに行く場面では、彼女の愛と決意が強く感じられます。この瞬間が二人の関係にどのような変化をもたらすのかが、次回への期待を高める要素となります。告白は、キャラクターたちの感情が最高潮に達し、運命が大きく変わる瞬間を書いた素晴らしいエピソードです。歴史ドラマファンにとって、このエピソードは感情豊かでドラマティックな展開が目白押しの、まさに見逃せない瞬間です。次にどんな展開が待っているのか、胸を躍らせながら待つ価値があるでしょう。韓国ドラマ武神第18話のあらすじは以下の通りです。第18話駆け落ち。第18話は、感情が高ぶるドラマのクライマックスを迎え、歴史ドラマファンにはたまらない緊張感と深い感情が交錯するエピソードです。孫威とキム・ジュンの切ない物語が一つの大きな節目を迎える場面が書かれています。物語は、孫威とキム・ヤクソンの結婚が2日後に迫る中での緊迫した状況から始まります。孫威が寺に行くと言ってキム・ジュンと共にリョイムジンガンの港まで向かうシーンは、二人の心情の葛藤を如実に表しています。孫威の一緒に遠くへ逃げようという提案は彼女の深い愛と絶望を象徴していますが、その気持ちをキム・ジュンが受け入れられないことがまた切ないです。彼の忠義と使命感が二人の未来を引き裂く原因となってしまいます。ここでの最大のドラマティックな展開は、チェヤンベクが登場し、孫威とキム・ジュンの逃避行を阻止しようとする場面です。チェヤンベクが連れ戻しに来ることで、二人の運命はさらに厳しく、ドラマの緊張感が一層高まります。チェウの怒りを買ったキム・ジュンが、西北面に派遣されるという厳しい措置が取られることも、ドラマのスリリングな展開を一層際立たせています。一方、孫威が母からキム・ジュンの生死が自分の決心にかかっていると告げられ、その結果、ついにキム・ヤクソンと婚礼を挙げる決断を下す場面では、彼女の内面の葛藤と絶望が深く書かれています。孫威の心情の変化とその決断が彼女の愛と義務感の間で揺れ動く様子を切々と伝えています。結婚式を迎える孫威の姿が視聴者の心に強く印象を残すこと間違いありません。このエピソードは感情と運命が交錯するドラマの魅力を最大限に引き出しています。孫威とキム・ジュンの愛と苦悩、そして彼らを取り巻く環境の厳しさが見事に表現されており、歴史ドラマファンには必見の内容です。次回以降の展開に期待が高まる、心を揺さぶる素晴らしいエピソードです。韓国ドラマ武神第19話のあらすじは以下の通りです。第19話戦乱の幕開け。第19話は、長い間静寂を持っていた時代に突如として訪れる戦乱の幕開けを書いた、歴史ドラマファン必見のエピソードです。この回では、数年後の状況と新たな戦争の勃発が、壮大なスケールで展開されています。物語は、キム・ヤクソンと孫威の夫婦に幸せな家庭が築かれているシーンから始まります。息子のミと娘のヨンが誕生し、
彼らの家庭は平穏な日々を送っているかのように見えます。しかしその平穏が一変するのが、蒙古の大軍がカハム新人に襲来することで戦乱の時代が幕を開ける瞬間です。ここでの衝撃の展開は歴史ドラマの醍醐味を存分に味わわせてくれます。蒙古の大軍による襲来に対して関心守る軍は予期せぬ窮状に見舞われます。周囲の準備が整わないまま戦火が激化する様子が緊迫感満載で書かれています。キジュ城のパクソが兵力を集結させキム・ジュンをチョル・チュ城に派遣する姿はドラマの緊張感を一層引き立てています。特にキム・ジュンの姿がどのように戦局に影響を与えるのか、その活躍が期待されます。ハム新人の陥落はドラマの中で非常に衝撃的なシーンです。捕らえられたチョスクちゃんが周辺各地に降伏を進める様子は戦乱の恐怖と絶望感をリアルに伝えています。しかしチェウを中心とする高麗軍部が徹底抗戦を宣言する場面ではドラマの中で戦争に対する勇気と意志が強調され、視聴者の心を掴んで離さないでしょう。このエピソードは戦争の勃発とその影響を書くことでドラマのスリルと興奮を最大限に引き出しています。戦乱の中でどのようにキャラクターたちが成長し困難に立ち向かっていくのか、その先に待つ展開に期待が高まることでしょう。歴史ドラマファンには見逃せない重要なエピソードです。韓国ドラマ武神第20話のあらすじは以下の通りです。第20話チョル・チュ城の戦闘。第20話は戦乱のただ中で繰り広げられる壮絶な戦闘と人間ドラマの極みを描き出しています。歴史ドラマファンにとってこのエピソードは心躍る戦争の緊張感とキャラクターたちの葛藤が見事に交錯する圧巻の瞬間です。物語の中心となるのはチョルチュ城での戦闘です。蒙古の猛攻にさらされるチョルチュ城ではキム・ジュンがその指揮を取り城を守り抜こうと奮闘しています。チョルチュ城が持つわずかな兵力で蒙古の猛攻を耐え続ける姿は戦争の激しさとその壮絶さを際立たせています。しかし城の陥落が時間の問題となっている状況がドラマの緊迫感を一層高めています。その一方でテジプソンを中心とする精鋭軍が出陣準備に遅れを見せる中、キム・ヤクソンの柔和な態度がチェウの苛立ちを引き起こします。チェウの怒りと焦りが軍の士気にどのような影響を与えるのか、その変化が物語の重要なポイントとなります。キム・ヤクソンの対応が軍の士気や戦局にどのように作用するのか、その行く末に目が離せません。戦闘のクライマックスでは城主のイウォンジョンがキム・ジュンに城の脱出を命じ、副将のイヒジョクと共に敵軍に突進していく姿が描かれます。彼らの決死の覚悟と勇敢な行動が視聴者の心に深く刻まれることでしょう。チョル・チュ城を守るために自らの命を懸けた彼らの姿は歴史ドラマの魅力を存分に引き出しています。このエピソードは戦争の悲劇とそれに立ち向かう人々のドラマを見事に描き出しており、歴史ドラマファンにとっては見逃せない重要な回です。戦闘の中での人間ドラマ、そしてその後の展開に胸が高鳴ることでしょう。歴史の一瞬を鮮やかに切り取ったこのエピソードを通じてドラマの世界に引き込まれること間違いありません。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。